ビビビビビふわふわしてですね。あれもういい。
ね、僕たちがちょうど多分高中学か高校ぐらいの歌ですね。すごい思い出深い曲で、多分僕たちぐらいの年代でこの曲がすごい多感な時期に聴いたら、やっぱそれなりにみんなこの曲に対しての思い出があると思うんですけど、本当にね、申し訳ないんですけど、その思い出今日ぶっ壊してしまうかもしれないので、これからの演奏でちょっと初めに謝っておきますけど、今日のこの歌のところだけは皆さん忘れて帰ってください。本当申し訳ないんで、ね、頑張りますので一つ聞いていってやってください。じゃあ行きますか、行きますか。I'm not sure if you're going to be able to do it.
ぱいこのステージやってきたと思うんですけど、多分ね、一番クソみてえだろう。いやノーバードやったビッグマフって感じですいませんでした。10分まででいいですよ。10分まで。めっちゃあるよ。めっちゃあるやる。やる。もう一回今からやる。今からやる。やるかった。MC か。いや MC もね、あの初めのクソみたいな芸人がグダグダしてるからね、意外に長引いて何を喋ろうかなっていうのをね全く考えないとね。まあいつものことですけどね。今日はあのデブタクが。2B2 のねすいません、あの我々の唯一のお客さんです。あ、違うすいません、すいません、存在感がやっぱなんでもういいですか。ちょっと無理があるんでね。あ、すいません、この間いた人もいなかった人もいるんですけど、あのちょっとこの間ですね、あの僕たちのね、あの弟分のですね、勝手に言ってますけどね、これで、ね、なんだっけ、昔ウサギがですね、あの活動休止でですね、あのベースが女子高生にキスをしましてね、活動休止になってしまったんですけど、あのその時、ね、メンバーね、メンバーね、山湯メンバーがね、生徒に手を出してね、絶対怒られるね、これね、絶対怒られる。これは嘘ですね。これは、あのフィクションなんですけどね。ちょっとね、フィクション、ノンフィクション、まあいい、どっちでもいいですけど、あのこの間ちょっとね、やろうと思ってた曲がですね、急にあの我々このベースのね、うちのベースのね、石井メンバーがあの作ったあのやろうというね、すごい名曲があるんですけど、あのそれを急遽やることになりましてね、できなかった曲があるんですよね。完全にあの成仏できてない。ちょっとここでやろうかなと。リハでやったらアジーがこの曲好きだからちゃんとやれってリハでめっちゃ怒られて、そうなんですよね。ちょっとそのアジとアイコは今日来てないんでね、あとでちょっとビンタしようかなと思って、ね、これも怒られるね、これも怒られますね。あと噛まれるね。アジとアイコさん、すいませんでした。じゃあ真面目にやりますんで、アイちゃんに届け。はい、じゃあお願いします。くだらねえとつぶやいて冷めた面して歩く、いつの日か輝くだろう、溢れる熱い涙、いつまでも探しに行こう、いつの日か輝
テーマはですね、僕たちがあの心がすごいまだ純だった時のね、あのこうやりましょう。じゃあすいません。はい、すいません。行きましょう。行きまーす。イズライダー。I'm not afraid to die.
ませんね、ありがとうございますね。シャンプー持ってくれよったな。よし、終わったらビール飲もう。もう。ではですね、ラストになってしまいましたんで、ちょっとこれの自己紹介をですね。自己紹介。自己紹介。メンバー紹介。自己紹介。でもういいんじゃないですか今日は。あ、自己紹介しないのか。ですね、リーダーのね、ベースのね、石井メンバーです。ドラムの女子高生です。今日やるべき設定でした、これ。ギターのムン・ジェインです。私がキム・ジョンナムでサムニだ。サムニだ、サムニだ。サムニだ。サムニだ。ちょっと、グズグズで、しかもこれ全部あれなんだね。ちょっとすみません、またね。これ、やめとく？いいな。じゃあちょっとすみません、またちょっと時間があるんで。ちょっとこれ、すみません、配ってもらっていいですか。黄色と赤でオレンジ、黄色と赤を、すみません、ちょっとごめんなさい、黄色もあるみたいなんで、段取り悪くて、ちょっと最後の曲なんで、ちょっと気持ちよくね、僕たちが歌いたいんで、ちょっとみんな協力をしてすいませんね。これ演者を刺さないようにお願いしますね、これね。トンボ捕まえるやつですよ。3連帰り酔っ払ってんのに、あれそれ黄色ですね、赤くないですね。ありがとうございます、すいません。ちょっと夕日にちなんだ曲やりますんで、ちょっと明日から頑張ろうという曲です。いやー、ギターも書いてないマジで。ちょっと早く終わりましょう。感電しちゃうこれ。